はい、それでは11月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。疲れた時は休めばいいっていうことですね。勉強を続けていると正直今日はやりたくないなって思う時もあると思います。試験日までまだ11ヶ月ありますので、試験日までおそらく10回以上、やりたくないなって思う時はあるはずなんですね。で、そんな時はもう休む、リフレッシュする、やりたいことをやる、それで全然構いません。重要なことは、その後いつから勉強を開始するか、これを決めておくこと、これが重要なんですね。これを先に決めておいてから休みましょう。で、それをスケジュールにちゃんと予定として記入しておくこと、これが重要です。そうしないと、もうずーっとダラ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 もう休んじゃってしまって、もう取り返しつかなくなっちゃうんですね。で、過ぎた時間っていうのはもう取り戻せませんので、必ずスケジュール帳に予定表として、記入しておくと。これぜひですね、実践してみてください。それでは3問に入ります。代理人が相手方の詐欺にかかって、締結した売買契約。これは代理人も本人も取り消すことができる、丸か×かということですね。まあ、代理人が相手方から詐欺を受けちゃって、売買契約締結したと。この売買契約は、代理人本人どちらも取り消しができる、丸か×かという問題ですね。答えは×ですね。代理人は取り消すことはできません。本人のみ取り消すことができます。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約。これは本人は取り消すことができる。まあ、これが、まあ、答えなんですけれども、これだけ覚えてしまっては、まあ、いつまで経っても得点伸びないんですね。この問題は非常に重要なポイントが隠されています。で、この重要性、ほとんどの解説書には記載されていないんですね。で、なぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば、この問題答え導けてしまうんですよ。覚える勉強じゃなくて、理解をする勉強法、これの真髄が、この問題にも現れているんですね。で、これについてはすいません。個別指導の受講者さんのみ、お伝えいたします。で、問い2です。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物。まあ、これ未完成です。これを宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる丸か×かという問題ですね。答えは×です。これ特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。で、その一部っていうのが600万円分なんですけども、まあ、その点についてちょっと解説していきます。この問題は、破守規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。で、ポイントは、損害賠償額の予定と違約金。これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回、代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。で、2割を超えた場合っていうのは2割になるんですね。2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本種特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール、600万円になりますよ。つまり全部が無効になるんじゃなくて一部有効ですということですね。なので答えは×です。で、問い3ですね。中止区域に所在する土地において、届け出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、その届け出をした日から起算して、6週間を経過する日までの間は、その届け出にかかる土地売買等の契約を締結してはならない、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。で、これも意外と覚えていない方、多いんではないでしょうか。ただですね、これ基本的な内容なんで、絶対覚えてください。監視区域、中止区域に所在する土地の売買契約を締結する場合の流れっていうのは、届け出をして6週間待って、その後契約できる。これが原則なんですね。ただ、例外として、この6週間待たずに契約できる場合ってあるんですよ。それは、届け出した後に、勧告、もしくは不勧告の通知を受けた場合。もうこの場合っていうのは、6週間の期間待たずに売買契約を締結することができます。まあ、きっちりね、原則と例外を頭に入れておきましょう。
もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけ勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。